レパルスはイギリス海軍の巡洋戦艦。日本語ではリパルスと表記することもある。レナウン級の2番艦である。レパルスとは撃退、反撃の意。第一次世界大戦中の1916年6月に就役したが活躍する機会はなかった。海軍休日時代、イギリス海軍の巡洋戦艦3隻で巡洋戦艦船隊を編成していた。1941年5月下旬、ライン演習作戦により大西洋に進出してきた戦艦ビスマルクを追跡したが、燃料不足で交戦できなかった。東洋艦隊に所属して、シンガポールに進出後の12月10日、マレー沖海戦で日本海軍の陸上攻撃機の空襲により、戦艦プリンス・オブ・ウェールズと共に撃沈された。1914年計画リベンジ級戦艦レナウンの予算を流用して船体をフェアフィールド合板造船所に、機関をキャメルレアード&バーケンヘッド造船所に12月29日に発注した。1915年1月25日に寄港し、1916年1月8日に進水。同年の8月18日に竣工した。これは姉妹艦レナウンよりも早かった。同年9月、レパルスはグランドフリートに加わり、第一巡洋戦艦船隊の旗艦となった。1917年9月、B 砲塔と I 砲塔の上に飛行機滑走台を設けた。飛行船撃退用のためで、イギリス艦としては初めての試みだったという。10月、航空機の離礁に成功した。また、同時期のレパルスは明細は施されていた。11月17日、レパルスはカレージャス級巡洋戦艦などともに第一次世界大戦における第二次ヘリゴラント・バイト海戦に参加した。ドイツ帝国海軍の戦艦カイザー・カイゼリンなどと交戦する。レパルスは巡洋艦系にヒスベルクに命中弾を与えた。12月12日、レパルスは味方の巡洋戦艦オーストラリアと衝突した。1919年から1920年に第一次近代化改装が行われ、防御層甲板を追加し、原則装甲 229mm に強化された。レパルスは大西洋艦隊に編入された。ワシントン海軍軍縮条約により、保有艦艇の整理が行われ、イギリス海軍は巡洋戦艦3隻で、巡洋戦艦船隊を編成する。1923年、巡洋戦艦フットが東回りで世界一周航海を行うことになった。巡洋戦艦レパルスと巡洋艦5隻はフットを護衛し、1年にわたる世界巡航を行う。特務戦隊は南アフリカ、ザンジバル、セイロン、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島、アメリカ合衆国西海岸サンフランシスコに寄港し、パナマ運河を通ってジャマイカへ立ち寄り、最後にニューファンドランドを訪問した。特務戦隊の世界巡航パフォーマンスは成功し、各地で好印象を与える。また、イギリス国民の士気高揚につながった。1925年、レパルスは英国皇太子のお召し艦として、アフリカ大陸や南アメリカ大陸方面を巡航した。1934年から1936年に第二次近代化改装を実施されたが、レナウンのような外観の変更も伴った大々的な改装は行われず、消火器の更新に止められた。レナウン級2隻は改装を行う機会が多く、レナウンはリフィット、レパルスはリペアとあだ名されたという。近代化改装実施後は地中海艦隊に編入された。1938年、イギリス本国に戻った。この頃、イギリス国王ジョージ6世とエリザベス妃が英連邦カナダを訪問することになり、そのお召し艦にレパルスが指定された。レパルスにはお召し艦としての改造工事が行われた。だが姉妹艦レナウンが大改造中だったこともあり、反対意見が根強く、1939年4月に、チェンバレン首相は、王室用ヨットに、客船エンプレス・オブ・オーストラリアを指定した。5月16日、エンプレス・オブ・オーストラリアと護衛部隊は、ポーツマスを出港し、本国艦隊の各艦に見送られて大西洋に乗り出した。レパルスは3日間護衛した後皇帝船隊と別れ、イギリス本土に戻った。1938年に取られた本艦1939年9月1日の第二次世界大戦勃発後、ドイツ海軍はドイッチュラント級装甲艦や火装12洋艦を大西洋に放ち、通商破壊作戦を実施する。レパルスは本国艦隊に所属し、通商破壊艦狩りに参加したが戦果を得られなかった。11月23日、シャルンホルスト級戦艦2隻がイギリス軍の補助巡洋艦ラワルピンディを撃沈した。イギリス海軍は敵艦をポケット戦艦ドイッチュラントと誤認する。イギリス本土所在のネルソン級戦艦2隻、巡洋戦艦ダンケルク及び巡洋戦艦フッドを出撃させるとともに、船団護衛中の戦艦や巡洋艦、カナダのハリファックスにいたレパルスと空母フューリアス4月にドイツがベーザー演習作戦を発動して北欧侵攻が始まった際、レパルスはノルウェー沿岸で活動していた英海軍機雷敷設部隊の援護を行う。4月8日、駆逐艦グローウォームがトロンヘイム沖海戦でドイツ従巡洋艦アドミラルヒッパーに撃沈された。本国艦隊の命令により、巡洋戦艦レパルスと、軽巡、ペネロピが、駆逐隊を率いて、出撃、捜索に参加する。だが、グローフォームもヒッパーも発見できなかった。ナムソスの戦いにより、連合軍が敗北し、ノルウェーの戦いが、終盤になると、連合軍はノルウェーからの撤退を開始した。レパルスは引き上げる部隊を輸送する船団の、護衛任務に就く。6月上旬、レナウンとレパルスを主力とする機動部隊は、アイスランド近海のドイツ艦隊捜索を命じられて、捜索を行ったが、実際は派遣されておらず空振りに終わった。その後、輸送船団の護衛任務に戻った。ノルウェーをめぐる攻防戦では、ドイツ海軍も大損害を受け、シャルンホルスト級2隻も揃って損傷して、ドック入りした。6月下旬より、レパルス艦長は、ウィリアム・テナント大佐となった。10月下旬、機関修理を終えたポケット戦艦アドミラルシェアが、大西洋に出撃し、イギリス海軍の新たな懸念材料となった。11月15日、シェアは、HX84 船団を襲い、補助巡洋艦、ジャービス・ベイと、商船5隻を撃沈する。イギリス海軍はシェアを捕捉するために、ネルソン級戦艦2隻、フッドやレパルスなど巡洋戦艦船隊を投入した。だがシェアは南方に逃走していた。1941年1月には、リュッチェンス提督が率いるシャルンホルスト級2隻の捜索に、ネルソン級戦艦2隻や多数の巡洋艦と共に投入される。シャルンホルスト級2隻は、英海軍を翻弄したが、4月上旬より、フランス西部のブレスト軍港で修理を開始したところを、イギリス空軍の空爆に遭遇し、機関修理と損傷修理を合わせて、数ヶ月出撃できなくなった。同年5月中旬、巡洋戦艦レパルスと新鋭空母、ビクトリアスは、希望本周りで WS8 バイト船団を護衛しながら、中東へ向かう予定であった。その準備のため、レパルスは、クライド海軍基地に停泊していた。5月20日昼過ぎ、スウェーデン海軍の軽巡ゴトランドがカテガット海峡でナチスドイツ海軍の戦艦ビスマルク及び護衛部隊と遭遇して本国に伝達する。ドイツ巨大戦艦出撃の情報はイギリスに伝えられた。本国艦隊司令長官、ジョン・トービー大将はオークニー諸島、スカパフローや北海で行動中の艦艇でいくつかの部隊を編成し、ドイツのライン演習作戦に備える。主力部隊は、トービ提督直卒部隊、巡洋戦艦戦隊司令官、ランスロット・ホランド提督の高速部隊であった。航空偵察で、ノルウェー南西部ベルゲンに寄港した戦艦ビスマルクと、従順プリンツ・オイゲンを確認したトービ提督は、まず、ホランド戦隊をアイスランド方面に出撃させた。トービ戦隊もスカパフローを出撃した。5月23日夕刻に、従順ノーフォークがリュッチェンス船隊と遭遇して、各方面に伝達したとき、トービー船体はすでに洋上にあって、アイスランド方面に向かっていた。5月24日朝のデンマーク海境海戦で、フットが撃沈され、その速報が届いたとき、トービー本体は、リュッツェンス船体の南東360海里地点にいた。フットは、大英帝国の象徴であり、イギリス海軍にとって、ビスマルク撃沈は、急務となった。トービー提督はビスマルクに空襲を行うため空母と軽巡部隊を分派し、レパルスは旗艦キングジョージ5世に付き従った。トービー提督はビスマルクと砲撃戦を行う決意を固め、防御力の脆弱なレパルスに対しては、旗艦の外砲5000ヤードに占いくらいすること、旗艦が発砲するまではいかなる戦闘行動を行うことを言明した。だが5月25日午前4時、直接部隊とビクトリアス偵察機がビスマルクを見失う。レパルスは燃料が乏しくなり、25日午前11時頃、補給のためにトービー本体を離脱した。代わりにビスマルクを追尾していた戦艦プリンス・オブ・ウェールズがトービー本体に合流した。だが、ウェールズも燃料不足になっており、間もなく本体を離脱している。8月、レパルスは南アフリカのケープタウンに配備された。その後イギリス領インド帝国に移され、10月28日にインド到着。さらに大日本帝国との戦争の可能性が高まってきたため、ウィンストン・チャーチル首相の意向により、戦艦プリンス・オブ・ウェールズと共に極東へ配備された。空母インドミタブルも極東へ向かう予定だったが、同艦はジャマイカで座礁して修理のために外された。12月8日、日本軍の南方作戦を端緒に太平洋戦争が始まった。イギリス海軍は東洋艦隊の主力艦艇で Z 部隊を編成する。Z 部隊はシンガポールを出撃し、マレー半島へ向かう日本軍の進攻部隊を乗せた船団の攻撃へと向かった。これをマレー部隊率いる水上艦部隊とサイゴン方面の飛行場に配備された。基地航空部隊が迎え撃つ。イギリス戦艦2隻が極東に派遣されたとの情報を事前に得ていた日本海軍は A 戦艦に対処するため、鹿屋海軍航空隊の一部をマレー部隊に編入していた。なお南シナ海に展開していた日本艦隊には、イギリスのビッカース社で建造された混合型戦艦混合も含まれていたが、イギリス東洋艦隊とは接触しなかった。撃沈される前に取られたレパルス。12月10日、Z 部隊は南シナ海において行われたマレー沖海戦で96式陸上攻撃機と鹿屋海軍航空隊の1式陸上攻撃機で編成された大部隊に襲撃された。レパルスは最初に96式陸攻8機の水平爆撃を受けた。最初の被害は水上機甲板に命中した 250kg 爆弾で、水上機甲板を貫通して、水平走行に達し、そこで炸裂する。水上機は炎症する恐れがあったために海面に投棄された。続いて戦場に到着した元山空と美幌空の96陸攻の雷撃をレパルスはすべて回避し、96陸攻の2度目の水平爆撃も回避した。最後に鹿屋空の一式陸攻が出現し、レパルスに4から5発の魚雷を命中させた。生存者は、左舷中央に2発、後部砲塔左舷に1発、スクリュー付近の左舷に1発、右舷船体中央部に1発の合計5本の魚雷命中を主張している。それまで、損害軽微だったレパルスだが、複数魚雷による損害は致命的であり、12時33分に転覆して、沈没した。508名の乗員が失われた。同様に、不沈戦艦と謳われていたプリンス・オブ・ウェールズも、陸攻の魚雷と爆弾多数が命中し、日本時間午後2時50分に沈没した。テナント艦長を含むレパルスの生存乗員は、駆逐艦エレクトラとヴァンパイアによって救助されている。乗員1309名のうち、艦長以下796名が救助されたという。日本海軍機は A 側救助作業を一切攻撃しなかった。また翌日、撃沈した航空隊員の一人である、壱岐春樹大尉は、搭乗機で現場を訪れ、鎮魂のために花束を投下している。日本軍の攻撃の前に、レパルスからビルクローザー順位のウォーラス1機が発進している。この機は、対戦哨戒を行うよう指示されていたが冒頭、曳航する機船を発見したのみであり、レパルスの上空に戻って報告を行った。このウォーラスを日本軍陸攻部隊が発見して追跡しており、結果的に敵攻撃隊を母艦に誘導してしまった。日本軍の攻撃が始まると、ウォーラスは対空砲火の射程外へ逃れ、それからシンガポールへ向かった。途中で燃料不足のため富士着水したが、イギリス領シンガポールから捜索のため派遣されたカタリナにまず発見され、それから駆逐艦ストロングホールドが現れて、ウォーラスをシンガポールまで曳航する。このウォーラスは、プリンス・オブ・ウェールズのウォーラスと共に、第205飛行隊に引き取られた。レパルスの沈没地点は、水深50メートル前後と浅く、船体には、比較的容易に到達できる。過去2回にわたって海底調査が実施されており、レパルスは完全に転覆した状態で沈没しているが、沈没時に誘爆がなかったので船体は比較的綺麗な状態で保たれている。また、船体の数箇所に魚雷攻撃によると思われる破損孔が確認されている。5カ所命中したという魚雷であるが、2007年のダイビング調査では、左舷スクリュー付近と右舷中央部の2カ所の命中孔は確認されたものの、左舷中央部は海底の泥にうずもれていて、魚雷命中の跡は確認できなかった。後部砲塔の側面も観察可能であったがそこには魚雷命中孔はなかった。2014年に違法サルベージ業者が爆薬を使って、レパルスの船体を破壊し、その破片をスクラップとして売却していることが報じられた。同様の行為は、プリンス・オブ・ウェールズに対しても行われており、近海の日本海軍艦艇も同じ被害に遭っている。ありがとうございます。